みなさんこんにちは。見て今日めっちゃ豪華だよ。そう、 Vlog を撮るとやっぱり朝ごはんが豪華になる。これは人間学の真理です。あなたがおかずが足りないって言ったわけ。そうなのか、おかずないと玄米食べれないから、玄米だけはちょっと吐き気しちゃう。吐き込んできたよ。昨日弁当の高菜おにぎり、ちょっと高菜ケチられた、いつもより。嘘。いやなんかね、難しいよあれ。結構ちょこっと入れたつもりがめっちゃ高菜だらけになるの。昨日はケチられた。うるせえな、いちいち。だって昨日悲しかったんだもん、高菜少なくて。今日は期末テスト前の本気で勉強する日の Vlog。 あと何日でしょうか。あと1週間、あと1回日曜日が来るんだけど、油断大敵だということを前回改めて学んだ。前回だって寝てたからって。うん、もうね、全てにおいてやる気をなくしてた。前回5月病だった。でも今回は本当に頑張らないと。できたー。うん、おいしい。あ、これも切ればよかった。まだ一口も食べてない。何がですか？からし高菜、普通の高菜、梅ひじき。梅ひじき。え、食べたことある梅ひじき。昨日のおにぎりそうだよ。あー、嘘。だけど少ないけど分からんかったぞ。でもこれね、ママもケチだったかもしれんけど、この梅ひじきもめっちゃケチなの。うん、ほら、ちょこっとしか入ってない。ね、これどう思う？知らん、高菜さん。え、これひじきって呼んでいいの？これひじきって呼んじゃいかんやろ。あ、梅の匂いはちょっとするけど、え？え、梅の匂いする？あ、梅といえば最近茎わかめが大好きです。ぜひ買ってみてください。ファミマに売ってました。前まで中学校って期末が10教科だったから、今回期末が14教科だから言うて変わんないかなって思ってたんだけど、この間の中間12教科で死にそうだったからやばいかもしんない。勉強するときに本当にこいつが邪魔で、こうしたら視界に入ってくるから絶対止める。そう、本当にびっくりした。高校になってシャーシンの消費量がえぐい。今までシャーシンってシャーペンをさ、入れ替えるときにさ、シャーシンがさ、え、シャーシンがなくなったらシャーシンね。喋れなくなってる。違う。どうでもいい。喋れなくなってるじゃん。もう、何を言ってるのかわかんない。なんかそのシャーシンの話なんだけど。めっちゃシャーシンの話したがるやん。シャーシンを入れ替える頻度が高くなったって言いたかった、ただただ。勉強のモチベにはなるんだけど、この間びっくりした。え、もうないのって思った。本当にどうしよう、テストやばいよ。勉強自体はちょこちょここまめに分けて計画を立ててるんですよ。定期テストまでの計画表をうちの担任の先生も作ってるので、それで勉強はちょっと待って、さ、机の上を片付けないと勉強ができないんだけど、机の上を片付け始めたらキリがないから、机の上が汚い。9時です今。ちょうど9時だったよ。これを使いますかね。休日は本当に時間が大量にあるから、それをどう配分するのかが難しい。保健家庭科生物、あ、そう、聞いてほしい。数学英語はテスト勉強をしないことにしました。それなんでかっていうと、特別テスト勉強をやるじゃなくて、いつもの勉強をテスト期間もやる、テスト勉強期間もやるみたいな先生に言われたから、毎日触ってはいますけどね。だから数学と英語は普通にやる。もう何からしたらいいか分かんない、多すぎて。とりあえず生物やる。見て、生物真っ赤。もう丸つけるキモいセルは。生物やります。今10時ちょい過ぎ。
そういうもん生物って。うわちょっと待って、カンちゃんの髪触るのとか久しぶりすぎるね。えでしょ、中学校3年間全部カン自分で髪をする、ね、最近学校の友達がめっちゃヘアアレンジしてママにしてもらったって言ってたからちょっと気になったの、相変わらず髪の量がだよねとんでもないね、このなんかアチャピのさ束ねてるのの倍ぐらいある、やっぱこうやって握った時に。フラ編み込みでもしてみますか。もうお任せでいいよ何でもなんかめっちゃ可愛いのよみんな。で、あのクラスマッチの時だけちょっと変えるみたいなね、髪型を。可愛かった、みんな。そう、この間カラオケに友達と行ったんですよ。その時に文化祭で青と夏を歌ったイメージがあったから、まだ本性出してなかったのよ。友達にオド歌ってよって言われて歌ったらめっちゃみんなにびっくりされたっていう。踊りだせ踊りだせ、孤独は酒マイオンリー。そりゃびっくりするよ。ギャップ？ギャップがある女は持ってるから。そのギャップに行っちゃダメでしょ。ゴムが負けそう。日本使わないと無理だこれは。あ、もう小学生の頃からだもん、それ。あ、うわ。わ、懐かしい。小6の時にしてた。編み編みしてみました。いいんじゃない？たまには編んでいくのに。たまには。どうしたんって言われそうだけどね。今日なんかあんの？放課後みたいな。今日デート？なんか彼氏いない？はい、勉強します。生物はガチで頭が溶けそう。誰にもあげない、触れさせやしないあなたがもしも他の人と手を。もうテスト前なのにカラオケに行きたくて仕方がない。数学やろ数学、大好きな数学やろ。今もうこっち使ってるんですよ。ね、キモくない？進度がちょっと早すぎてびっくりしてる。数学はね、丸付けと間違い直しって結構大事だから間違い直しをします、問題の。あれれれ、スミットでハマっちゃってる人いるけど、ここに。今1時半になって撮影が終わったのでうどんを食べまする。ちょい麺冷やし明太半熟卵うどん、入ってるのが明太子とネギと半熟卵なの。絶対好きやん。あ、もうこれ考えた人天才だわ。味覚同じなのかもしんない。ガチで今日の撮影はね、てんやわんやだったね。先輩が銀でしたね。ぜひ見てください。上がってたら、上がってなかったら楽しみにしててください。で、刻み海苔をトッピング。見て、美味しそう。うわ、あー、黄身だ黄身だ、黄身が出てきた。うどん食べるのにあんな騒がしい人いる。え、やばい、あー、見て黄身が。うわー。いただきます。おいしい、幸せ。なんか今すごく幸せ。これおいしすぎる。開発者誰？本当に電話してお礼言おうかな。デザートにソフトクリーム食べて爆睡するんだ。よもあれた。ごちそうさまでした。英語覚えてます？英語は全部暗記です。どこ見てんの？怖い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 。どこ見てんの？あー、覚えた。一文覚えた。覚えてたの？来た！二文目覚えた。ここのワンを覚えたんですよ。これどうやったかっていうと、一文一文に区切って覚える。覚えてるかどうかを自分でテストしながら何回か繰り返すと覚えます。ちょっと待って、疲れたからアイス食べます。濃厚ピスタチオ、ワッフルコーン、うまそう。カンちゃんしかいない。あ、ピスタチオだ、美味しい。うちの冷凍庫に半年ぐらい眠ってた。食べようかな。美味しいアイス。食べてる時が一番幸せ。いや、寝てる時かな、カンは。これは何アイスだろう。見てごらん。
え、見たくない。あ、アイスミルクだ。330とかです。あ、でも250。これアイスミルクとかラクトアイスとかでさ、濃厚度が違うって知ってた。ちょっとライン確認してました。英語を覚えながら眠りについたのでしょうか、かなさん。かなさん、2時間お昼寝をしてすっきり覚醒したのでメイクをしてます。今日もなんか濃いめに塗ってしまった。わ、これいいじゃん、控えめで可愛い色味が。マスカラは下手くそなのでしません。なんか結構力が入りすぎちゃうから。そんなこんなでメイク完成。勉強します。学校から支給された iPad で英語の教科書の日本語訳がネットを検索したら出てきます。これを見ながらやります。わかんないところはセクション8までが点数範囲なので、8まで全部暗記して暗唱できるようにします。After the native vision was sent to live in the universal ghetto. なんだろう、歩きながら覚えてるのかしら。体を動かしながら覚えると頭に入ってる。あ、じゃあせっかくならあれあれ運動にもなって一石二鳥。For people who were suffering even though they had done nothing to deserve it.じゃあ、美味しいよこれ。本当美味しい。なんで2個取ってやってた。ちょっと欲張らないで。クラスマッチ楽しかった。あんな嫌がってたの楽しめたってすごいね。恋バナめっちゃ楽しかった。そういうのもいいよ。男の子は見せ場じゃんか。クラスマッチって。そうね、もうね。え、じゃあちょっと見てくる、まるまるくん見てくるって言ってた。やらない、それが終わったり。もうそれが楽しかったね。あきこもさ、これ食べれる。めっちゃ美味しいんだけど。何ですか。ロブロックスはだって。ロブロックス食べてみ。ロブロックスだ。こういうの食べて嫌いっていう人だもんね。テディやる。やろう。嫌い。ちゃんとたっぷりつけて言った。明日から夜ご飯これだけでいい。美味しいよね、本当に。ちょっとママが食べたくて切ったんですけど。お前のものは日本分一人で食べないでよ。もうそんなかっこいいかっこいいやけんね。いいなとか思いながらカーマ帰ってきたわけですよ。そしたらなんと軽い熱中症になってしまって、そのことを友達に言ったら、え、サンちゃんずっと室内にいたよねって突っ込まれてしまった。キュウリお姉さん。キュウリを2本食べたお姉さん。あれ、もう終わりですか、今日の勉強タイム。いえ。休憩ですか。キュウリもう1本食べたい。そうでしょう。キュウリは体を冷やすんだよ、確か。もっと冷徹になっちゃう。心が冷えちゃう。今日はカンナさんの絵ばっかりだったので、アチャピアチャしてみましょう。あなたは何をしてるんですか、プールの中で。曲がり曲がったの。どう見たじゃん。何してますか。いとこのお姉ちゃんと今からご飯するの。ママもお風呂から上がったら混ぜてよ。うん。
絶対その頃に飽きて違うのやってるね。いいよ。今日は本気でテスト勉強をする Vlog だったはずですが、見てください、この人ずっとスマホをいじってますよ。どういうことですかね。今からの本気。今からってもう9時過ぎてますよ。こっからでしょ、夜は。そんなことするから朝起きれないんですよ。スクリーンタイムは何時間ですか。見てください、今すぐ超えてたら1週間没収となります。うわー、わー、あー4時間え？いつそんな見た。わかんない。あ、どっちみちテスト前なので没収ですね。1週間すよな。お預かりします。こちらは私が責任を持ってお預かりします。テスト前に4時間なんてありえません。はいはい。英語がね、なかなか覚えられないですね。最後の力を振り絞って英語を一回通した後、今日補体と家庭科やらなきゃいけなかったんだよね。忘れてたわ。英語、数学と英語触れたね。保健と家庭科を寝る前にちょっとできたらいいなって思いますね。英語、英語、英語やります。英語今ね、8分の3まで来た。ちゃんと全部覚えます。何をしてますか、あなたは。 LINE の返信こっからできないか。さっきコンテナに突っ込んだので朝5時にならないと開きませんけど、さっきねちょっと地震があってみんなが心配して。そう、すごかったよ。地震あった1分後2分後にみんな大丈夫ですかね。大丈夫って心配してくれたけど、あの、元気にしてましたって言ってあげた。かんちゃんの学校の友達からもなんかね、たくさん心配な声。どうやっても無理です。もう死んできない状態。死んだ、死んだことになってるよ。変身しよっかな。なんて変身しよう。あ、来た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 、ほら見て。キーボード。もう諦めな。そんな、カクカク。来た、ほらほらほら、来た、ほら来た。悪あがきしてますね。実に面白いですね。パパマ、パパマに制限できてないよ。まる。なんとか通じるかな。生きてますよ、アピールが。はい、何ですか、今何をしてるんですか。ルネサンス。ルネサンス社会。何の教科さえ分かんないんだけど。ん、 DNA のタンパク質とか出てくる。ああ、生物なんだ。へえ。ちょっと皆さん聞いてください。あの、うちのお母さん、等高線のことを川って言ってました。どういうこと。ママが覗き込んできて、何これ川。全国のお母さん多分知らないから。いやいや、等高線だよ。今で iPhone いじってる場合じゃないよ、4時間も。感想と疑問点に分かんない。